買ったよ買っちゃったよ。あれだけなんか逆張りオタクみたいに、いやースカーレットバイオレット買うかな、買わんかもしれんな、積み毛が増えるし12月から忙しいしなって言ってたけど買ったよねで、まあ僕のスタンス上、人気のゲームをポイ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 やるってことはしないんですよ。はい。それは他の VTuber さんでもに任せとくよ。そういうのは他の VTuber さんに任せたいんだけど、どうしてもね、これ撮った方がいいなってやつがあって、今来てるこの発光シティ、ここに、今日のコラボ相手がいるんで、その方とコラボだけ撮ろうかなっていう所存でございます。はい。その前に、そうそう思ったんだけどさ、カメラ構えるとこうやってこれ撮れるんだけど、ジョイさんさ、なんで太もも全開なのそう、実はね、僕のトレーナーカード見りゃわかるんですけど、トレーナーカードね、自分ね、X ボタンでプロフィールするとね、ジョイさんも太ももになってる。いや、真っ先に目がついたのよ。このね、ご時世にね、ジョイさんが太ももを露出してる。なんでちょっとね、これをちょっと皆さんに見せたいなと思います。ちょっとふんだんに使ってね。ちなみにこれ結構お金かかるんですよ。早速やってみましょう。だからパン生地に今から食材を捨て、今からね、食材を乗せるんですよ。これほら、これね、 RLR で選択して、つまんでこのように乗せると。はい。これ楽しいのよね。何が楽しいかっていうとね、ほら、物理演算が働くんですよ。こうやって物理演算が働くから、どういうことかっていうと、どんどん置きづらくなっていくんだよね。ほら。で、食材を仮にボトッと落とすと、もう掴めない。消えちゃうんだよね。多分食べられてんだと思うけど。だから食材を無駄にしちゃいけないってことよね。あー、いや、ちょっと待って。これ全部乗せれっかな。あー、落ちた。ちょっと待って。ハンバーグとか乗せたらもうえらい目に遭うよね。大丈夫かな、これ。わあ、ハンバーグハンバーグが、ハンバーグ下に行っとるけど、トルティージャ。なんだこれ、トルティージャって何、トルティーヤなら知ってるけど、俺行け、食材が。ポテトサラダ。ほらパンを乗せよう。行きます。パンを上に乗せるだけです。ここです。あー、完成完成してないよ、あれも。ハンバーグが落ちたし、いちごもおらんくなったしよ。なや、食品サンプルみたいになってきた。具材が出とる。皿から溢れ出とる。皿から溢れ出とるぞ、おい。これ5000円かかんねんぞ、おい。これで序盤の資金5000円消えんねんぞ、おい。食品サンプルのせいで。ちょっと映えるな。写真としては映えるんやな。なんつう顔しとるんだ、お前は。さあ、やってきましたよ。おっと、なんだ？あ、ネモか。ネモっていうのは今回のライバル枠ですね。今回も不利なタイプを使ってくれます、自分に。私、ジム待ってる？今どこジム？顔見に行こっかなって。見に来なくていいよ。おい、やめろよ。まさか？ちょっと今コラボ相手お前じゃないから。コラボ相手じゃないんやけど。うん。いや、地練習してた方がいいと思うよ。決まりでじゃねえんだよな、もう。あー。コラボ相手違う。1、2、いけ、樋口カットー。おお、耐えられた。やるじゃねえか、なかなか。ちょっと待って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 。炎のテラスタの持ってんだろう。何をしてるんだ。
炎技打ってこいよ。何してんだバルレイヤモン、アクオジェット、レッツゴー。何がしたかったんだお前、テラスタル捨ておいて。フリータイプ選ぶからそうなるんだ。何をしてるんだよ。気を取り直して今度こそコラボ相手とね、ちょっと出会おうと思います。そしてこちらがね、コラボ相手のね、あのおじいさんです。皆のもどんなもんじゃ TV の実感だぞー。というわけでもうわかりますよね。多分まあこの動画出してる頃には皆さんわかっているでしょう。そう、左下からニョキ、左下からニョキッとできた。はーい、どうもどうも、あなたの目玉エリキネット、何者なんじゃ、なんじゃもです。増えたよなー、こういう挨拶。おはこんハロチャロ、噛むわ。ジムリーダー、なんじゃもです。彼女が。まあね、PV ではね、あ、僕はなんじゃも、ジムリーダー兼ネットに動画をアップして夢を振りまくインフルエンサー。思うところはいっぱいあるけど言わないでおくわ。突然ね、びっくりしたかもだけど、なんと、まさに今この状況、動画を世界に生配信してまーす。肖像権ってものはもうないのか。挑戦者し、僕に会うため発行ジムに来てくれてありがとう。というわけで、なんじゃもね、PV ではね、もうみんな、なんじゃもが Twitter のサジェストに出たぐらいね、人気な子です。すっごく有名人だけど、僕ちょろっと有名人だから、とーっても忙しいんだ。まあ確かにね、毎日動画アップする人とか、毎日生放送する人とかさ、忙しいのは、それはわかる。うん。だからバズりが見込める。じゃなくて、熱になる、これ、相手しかコラボできないんだよ。と、やだな、そのスタンスやだな。言ったわ。ってなわけで、僕とバトりたかったら、この番組を盛り上げてねって話、盛り上げてねっていうのは、相手側に要求するもんなの。自分のトーク技術でさ、トーク技術とかそういうのでいかないの。なんで相手に依存するの。やる気満々じゃん。じゃあ企画の説明始めちゃうよ。マチカウジェントルさん、いらっしゃーい。ですね、このおじさんは誰かと言いますとですね、まあ、簡単に言えば、なんか重要人物です。なになに、もしかして知り合い。ライブ 2D にしてはめちゃくちゃガクガク動くけどね、左下の反応がすごいな。この人、オーラバリバリあるから、街歩いてるとこスカウトしたんだけど、いえいえ、ははははは。挑戦者のエリ氏には、今からこちらのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。街頭カメラでジェントルさんを探して3回見つけられたらジムテスト合格。このかくれんぼ、名付けて、クイズ、私はどこでしょう、街からジェントルさんを探せ。ひねりないな。企画名大丈夫これ、なんかそれに反してないよね。その、ネーミングセンスはないのか。まあいっか、じゃあもう、ジェントルさんスタンバイよろしくね。ポケモンリーグにはお世話になっていますのでお手伝いです。お手柔らかにお願いしますよ。走ってった、走り方斬新やったな。というわけで、さっきのジェントルさんを見つけるのがね、ジムテストの内容なんで、まあ突破しちゃいましょう。ジムテストを合格すると、ジムリーダーに挑める。まあ今までもね、そういうもんあったからね。バカ外れですとか。これ嘘でしょ？ねえ。なんじゃもう。なんじゃもう。なんじゃもう。
なるほどね。盛り上げるためには、こういうアクシデントにも耐えうるような人も用意したいわけなのね。ちょっとー、何も動かねえんだけど。フリーズしたー。そうそう、準備できたかな？ジェントルさん、もういいかなんじゃもよ、なかなか、面白いコラボ相手じゃねえか、おぉ事故だろ、あれは。結構ですよ。はい。にっしっし、にっしっしって笑うんだ。大丈夫みたいだね。このジェン、映像のどこにジェントルさんが潜んでるぞ。目をコイルにして、目をコイルにして、存分に探してくれたまえ。かくれんぼって言うんだからね。てっきりね、私は思うんですよ。このね、木の影とか、木の影とかね、こことかね、隠れてるんじゃないかと。花壇の後ろとかね、と思ったらですね、なんか、かくれんぼっていう言葉の意味をあまりよくわかっていないんでしょうか、彼は。座ってるゲロ。おや、見つかってしまいましたが、座ってるやんか。思いっきり。かくれんぼって言うんだから、もっと隠れるもんだと思ってたんだけど。エイシジェントルさん発見。すごいぞ。かっこいいぞ。じゃ、次のかくれんぼを始めるテコ入れとして、僕のファンと戦ってもらうよ。怪獣マニア、出てこいやー。怪獣マニア。どんなもんじゃ、てめえ、盛り上げたい。いけあんにゃ。種爆弾。はい、勝利、挑戦者 C、お見事。じゃ、カメラ仮面ねん。もう用はないみたいな。もう用はないみたいなさ。怪獣マニアありがとうって感じのこともなくさ。そのままもうカメラ変えられたんだけど。ちょっとかわいそうなんだけど。みんな大好きポケモンセンター。ちょっと待て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 。みんな大好きポケモンセンターなんね。で、ジェントル潜んどるって言うけどさ。俺、冒頭で言わなかったか？ヤッキーになって探してねえじゃないんだよ。俺、冒頭で言ったじゃん。ジョイさんの太ももって言っとったのにさ、おや、うまく溶け込めたと思ったのですが、溶け込めてない。どうやって入ったその中に。どうやってその中に入ったお前。ジェントルさん、2回目発見。できるぞ、さすがだぞ。じゃあ、次のかくれんぼを始める前、テコ入れとして、またもやったら買ってもらうよ。怪獣マニア、出てこいやー。また、ファンだからって、なんじゃおさま見てる、負けられないです。待っと、ちょっと、オッケー。なんじゃおさまのお前は負けてないですから。まあ、もうピクシブで4000件くらいあったしな、なんじゃもの、ええー。はい、勝利、挑戦者 C、お見事。探しっぷりもバトリっぷりも狩人のことし。じゃあ、カメラカメラねん。用済み。はい、怪獣マニア用済み。カメラカメラねん。最後の舞台はこちら。激闘を続くバトルコートだ。人だかりか、人だかりはそんないないけどな。人だかりそんなないし。なんかもうね、かなり目立ってるぞ、むしろ。これ磁場コイル、こいつやろ。んー、おぉ、磁場コイル。残念、よく見て人違いでしょうが。怒ってる、コイルが怒ってる。なんでそんなとこにおんの？これはこれは感服いたしました。どこにおんの君は一体。校長だけでなく宝探しも見つけて頑張ってください。誰がうまいこと言えと言った。ふひふひって、エリシのおかげでチャンネル登録数はしびるどん登り。生放送中にそんなにチャンネル登録数伸びんのはね、もう本当に大手中の大手よ。よくいるじゃん。100万人行くまでさ、耐久で歌枠するとかいるけどさ。君の感じ見るにそういうタイプじゃ見ないんだわ。いやー、白熱したゲームに全世界のみんなも大興奮だったぞよ。エリシと勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう。てなわけで、準備ができたら受付に置いてませませ。いつでもコラボしてあげるから。
もう、A ちゃんの表情がさ、もうさ、なんか、いや、そうな笑い、なんか、呆れ笑いになってたよね、今。さあ、来ましたね、なんじゃもう。なんじゃもう全体図みんな、ここは初めて。みなもの、準備はいい？うおー、待ってました、なんじゃもちゃん。 うおー。 あなたのメタロン、ね、エディキレット、何者なんじゃ？なんじゃもです。おはこん、ハロチャオー。おはこん、そんな来ないでしょう。 なんじゃもの、どんなもんじゃ TV の時間だぞ。 そんな来ないでしょう、挨拶。 てか、割と米ビューにいい感じの米ビュー使ってんな。 米ビューって大体右上に集中させるとかだと思うけど、全画面攻撃するんだね。 大丈夫？お前のその反応だとさ、画面埋もれない。 本日の挑戦者は、飛ぶ回転落とす勢いのエリシだ。イエーイイエーイ。おお、近い近い近い。んでんで、エリシ、今のお気持ちをどうぞ。ああ、君とコラボすることが不安ですわ。なんか自信なさげー。ふぃ、いいキャラしてんねー。それじゃあ、そろそろ何時もバトル見たい人。あ、エリキン5000って今、ちょっと待って、エリキン5000って書いてあった。 エリキン5000って書いてあったぞ今。おい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 、俺だってそんなもらったことあるわ。 ほんじゃそろそろ行ってみよう、挑戦者の実力はどんなもんじゃ。 いやもう、さあ行こうや。 今日のコラボ相手よ、地味ななんじゃもう。完全になんか狙ったクソしやがって。カイデン。カイデンって誰だ？あ、飛行！ダメだ！アンニャじゃ無理だ！飛行だ、あいつ！視聴者たちがたるずめ、しびれるバトルをよろしくねー。ちょっと待って。草タイプ、今一つだね。もう思いっきり。電気飛行を寄せてきたか。じゃあ、電気飛行だったら、蓄電じゃない限り、フースケちゃんでいけるね。フースケちゃん。アンニャ交代！戻って！レッツゴー、フースケ。まあ、電気だから大丈夫だと思うけどな。蓄電だったらまずいんだよな。そうすると。ついばむ攻撃ならいいや。オッケー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 。電気同士でやり合おうや。そうなったら。どうしようかな。あんまり、フースケって、スパーク大丈夫かな。こっちもスパーク。あ、でも、命中はする。オッケー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 。ついばむ攻撃？オッケー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 。あ、結構落ち着きないな、なんじゃも見てると。 なんじゃもちょっと落ち着きないんだね。ずっと待機中、非常に騒がしいな君。 じゃあこのままルクションだったらこのまま行こう。電気タイプが地面使えるって強いんだよ。教えてあげるよ。マットショットフースケ。よし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 。いいよ。半分削ってんなら大丈夫だ。今、噛みつくは、うわ、おー、フースケ、よく頑張った。はい。おしよ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 し。まあ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 。腹張り？何それ。 ラストは進歩系で来てくれるんかい？腹張りって誰だ？誰でも大丈夫なのはこいつなんすよ。今ドラゴンくん。まあ、今ドラゴンくんって誰かっていうと、元トカゲなんですよね。元トカゲなんで今ドラゴンなんですけど、まあ、今ドラゴンに行ってもらおうか、ここは。タイプ的に圧倒的有利でしょう。ドラゴンタイプぞ、我。我、ドラゴンタイプ。今ドラゴン！腹張り。誰？ 腹張り、誰？なんかすげえ、おデブチンが出てきたけど。まあ、マットショットで。はい！マット、硬いな、お前。お前割と硬いんだな。んで、電気に変える。は？マットショットを受けて充電した。地面を食らうと充電するんだ。変わった特性持ってんじゃねえか。なかなか、いい特性だな、それは。
弱点技を、唯一の電気である地面技を利用できるわけか。へえ、でも弱点だったらあんまり関係なくないか。ワンパンされちゃうよこのご時世。おーん今ドラゴンが麻痺してしまったが、スパークだからいずれ脱皮。しかしこっちも脱皮か。しびれが取れた。あ、これはバズるね。その展開はバズります。オッケー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 。電気に変える、いや電気に変える、もう君倒れてんだよ倒れてんだよ。よし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 。じゃあ次はラストだ。ヌーマージ。あ、でもそっか、テラスタルで変わるからヌーマージじゃなくなるんだ。電気タイプになる。だから考えてるね。じゃあどうしようかな、塩田に行ってもらうか。行け塩田。そう、御三家はもらえましたよ。神には勝てないってことでね。レッツゴー。ゲゲ、ちょっぴりピンチかも。みなもも僕への応援してして、ちょっと涙目なんだねでもさ、バトル中にコメントがフー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 出るってわけではないんやな、さすがに画面覆い尽くすほどのね、それはなかったか。いでよひらめき豆電球、なんじゃもそこじから見せちゃうぞー。テラスタルか。あ、ウインクした。ちょっと視聴者受けを狙ってる。まあ勝負の内容より確かない、勝負の勝敗より内容って言ってたもんな、そういや。まあ確かにそれはそう。俺もだってモンバトでさ負けても別にさ、うおほーとか言っとるだけやから分かるわその気持ちは。おお、やるじゃねえか。打ち合いといこうや、技の。おら、あ、ダメだ。塩田、塩田お前も行け。それだったら塩田お前もやるぞ。それやったらテラスタルで同じようにこっちもテラスタルで対抗しようや。さあ来い、怪しい光。うおー、害悪害悪さあ塩田の自覚が試されます。塩田の自覚です。自覚あれば当てれます。いた畳目。あ、危ない。塩田自覚、塩田の自覚です。塩田、ここで何もしないと焼き尽くす。いったいった、ほら行け。うおお、お互い1対お互い一発で終わるな。畳目、電気技打たないんだけど。あー、塩田うわー、ドーン爆発落ち。ナムさん、いけ、あんにゃ爆発落ちしてしまった。正直動画映えとしては俺の負けだ動画映えとしてはテラスタル同士の戦いをしたかったが、どうやら俺の負けのようだ。だが結果がポケモンの世界っていうのはな、残念ながら結果が全てなんだ。終わりだ、種爆弾お前電気音全然使わないじゃねえか。ムーマージ、ムーマージ、電気音なんか使ったっけお前。IC カルト畳目だったんぞお前やってたの。なんじゃまた勝負に勝った。あー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 お星様が流れてるみたいになってる。雨降った、しかもしかも雨降り始めたぞ。なんじゃもう君のきらめき1000万ボルトアルミラージー。勝利したのは挑戦者のエリシでした。雨降ってるけど。うおー、なんじゃもちゃん。なんじゃもちゃんしか言わないやついんだけど。ねえ、なんじゃもちゃんしか言わないやついるんだけど。悔しいけど僕の負け。みなのもの応援ありがとうだぞ。みなのものって言うんだよね。結構、呼び方変わったよね。ただのさ、リスナーさんとかさ、視聴者さんじゃなくてさ、みなのものとかさ、呼び方みんなのことをなんて呼ぶかっていうの変わったよね。まあ、皆の者はまだは優しい方だけど、まあ、下僕の、バツにまくりのこのグバンジャモに勝利したエリシには、ジンマッチをプレゼントしちゃいまーす。皆の者、スクショタイムだぞ。脳内フォルダに焼き付けろ。記録してるよ。ここだけは。なんでお前、ちょっと乗り気なんかい主人公ちょっと乗り気でポーズしてんじゃん。Y ポーズ。ははははは。